皆さんこんにちは、花見きです。そしてコウケナです。大河内美沙です。ガクです。よろしくお願いします。ところで皆さん、ゴルフ上達のためにやってるトレーニングとかありますか？私結構お家で短いクラブ持って軽く振ってたりは。私アイアンお家で振って天井ガリってやっちゃってるんですよね。みそみそさんは何か？パターとあと少しアプローチやってますね。今日はですね、中井プロにですね、はい、お家でも簡単にできるトレーニングみたいなのをぜひ教えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も実際学生時代、はい、そんなゴルフやれてた人間じゃないんですよ、中2で始めたんですけど、高校出るまで、まあ、5年間ぐらいか、はい、ラウンドも20回ぐらいしかしてないんです。だからこういうところで何をするかっていうのはものすごくよくやりましたね。一番簡単なのはこのパターマット、これで1メーターぐらいから始めて、例えば100回続けて入るまで寝れませんみたいな。ああ、そういう、だからもう何日も朝学校に捨ててやったことしょっちゅうあります。それ的に本当にこれぐらいのもう1メーターぐらいをずっと、これちょっとねパターのカップがちょっとちっちゃいんだけど、だから小さいからもっとこれ難易度上がるんですけど、これぐらいの距離をとにかく100回連続で入るみたいな。うわー、きついですね。出れないっていうのをやってたし、トイレに入る前にこれを5回入れて続けて入れないとトイレ行けない。そしたらもうなんかもうこんな感じで、でもこういうプレッシャーもかかりながら、こういうのをずっと練習してたのはありますね。だから本当に 1m の98とか99になった瞬間にもう睡魔と緊張と、いよいよあーみたいな感じで、で外してあーみたいなのは何度もやりましたね。でもそうやって何かしらプレッシャーを作ってました、自分で。なんか適当にやってやめたみたいな感じになっちゃうと、もう本当に続かないから、なんかこうなんかちょっと過度なプレッシャーを入れると、今度コース行った時にここでやってることよりも全然コースの方が楽っていう状況を常に作るように、してたので、だから多分今までやった中でシンプルにこれが一番効いてます。未だに自分の中で3回連続じゃあ早く行かなきゃいけないのに、とりあえずこの3回入れないとそこに向かえない。失敗してはいけないって思っちゃう。そう、OK、はい、一発目いきました、はい、入りました。じゃあさあラスト3発目で、こうやってね、精神的にきますよね。でこれでまた、はい、残念ながらこれまだ一発目ってなっちゃうから、あそうで、一発目二発目って意外とパパーと打てるなってくる。はい、一発目入りました。2発目入りました。ほら来た。はい。ラスト。3行ってしまう。はい、OK。そう。そうすると、やはり3発目ってやっぱり、はい、今の最初のニュアンスと全然違います。いや、違いました。さっきからショートしてるから、しっかり打たなきゃなって思います。だからそうやって目的が生まれるんです。ちゃんと練習に。そう。だからそうやって、何かただ単にやるんじゃなくて、そういったゴールを決める、そのプレッシャーを決めるみたいなものをすると、こういうパターもすごくプラスの材料になるというか、あとはもうグリーンの読みとかそういったものも入ってくるけど、基本的にはやっぱり短い距離をしっかりまっすぐ打てるっていう技術があれば、パターは本当に上手くなれるので、そう、もう侮る中でこの、スイングに関しては何してたかっていうと、こういうね、はい、壁にこうやって頭つけて腕組んでこうやって、ずっと、本当にすいません、お尻向けちゃった。でも、はい、そういうことなんですよ。やってみましょう。じゃあ、はい、実際もうこっちに頭つけて、で普通にアドレスを取って、普通のいつもアドレスを取って、そう、構え取って、で頭ちょっとつけるところまで近づいて、そう、でそのままで手を伸ばしてると、まあ伸ばしてやってもいいし、今ちょっと皆さん並んでるから、
もう腕組むなり胸に当てるなり何々してもいいから、はい、それで、はい、右、はい、左、はい、右、左、意外と難しい、難しいでしょ、軸ぶらさない、そう、はい、正しいか正しくないか分かんないんですけど、うん、だからそれがついてれば OK、それで、うん、そうね、やっぱり基礎がちゃんとしてる2人はこれ意外と簡単にできてるそう、あんちゃんだけこう、そう、頭離れたりするでしょ、はい、そう、めっちゃ動いちゃいます、うん、そう足か、うん、足、そうそうやって足動いてるちゃんと、そうそう、気づけるの、ちゃんとそうやって、なんだこのシュールねパターンをやってた、パターンをこうやって頭つけてそうすると頭って、例えばヘッドアップするとかみんな言うけど、はい、頭が原因でミスすることって実はないんです。だから頭がヘッドアップしただからミスショットしたじゃなくて、何か違う間違ってる要素があって結果頭が動いちゃったっていう考え方、もちろん結果が早く見たくてっていうのは短い距離はあるんだけど、そうじゃない限りは違うところに実は理由があって頭が動いてる。うーん、そう、目がこう動いたりとかね、下半身がこういうふうに前後に波打ったりすると頭の位置が変わるでしょ、はい、でもこれをみんな頭が理由、頭が原因だ、頭が犯人だってなっちゃってる。じゃあ頭は犯人じゃなくて冤罪だから、とりあえず頭一旦固定して体を使ったら、はい、あ、体のどこにNG な部分があって頭が結果的にこう動いてしまったりっていうのが分かる、うん、そうで、今足って気づいたでしょ、はい、でもそう、足がちゃんと動いてないと頭が動いちゃうっていうふうに気づけて、うん、よし、これを今度練習場でしっかり直そうって、うん、体の感覚をもう一回研ぎ澄ましてみる。クラブがもないから、うん、で家では球も打ってないし、はい、だから余計にこう集中できるんです。そうなると球やっぱり打たなきゃとか、前にね飛ばさなきゃって思っちゃいますもんね。そうそうそう、だからそれは家でできることってなった時に、うん、そういったものをプラスに逆にしてあげればいいよ、うん、そう座ってもう例えばテレビ見ながら何かする時にこうやって持ってる、そうやってます、うん、いやもうこうやって持ってるだけでこうやってることもしょっちゅうありましたよ、うん、っていうのはグリップを自然なものにしたかった、うん、グリップの圧とか握り方とかを慣らしていく、うん、どこで握ればその力を最小限でしっかり握れるかっていうのをつかめてくるっていう、慣れるっていうのはすごく大事ですよね、うんうん、じゃあ実際ですね、はい、中井プロのお話聞いていかがでしたか。やっぱり気づけることが多くて、ショートのパターがすごくやっぱりラウンド行くと苦手なので、イメージをしっかり作って練習できるかなっていう気がしました。やっぱ結構お家の中でもできるトレーニングって多いんだなって思ったし、ゴルフ場で今から球を打つっていうプレッシャーというか、そういう動作がないからこそ自分の体の動きっていうのに気づけるのかななんて思いました。私はまずはこのグリップ持つやつをとりあえずやりたいと思いますはい、それではですね、チャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またねー。